はい、クミンです。お弁当じゃございません、夕飯です。今ね、リーマンパパが子供たちにご飯あげてくれてる間にお鍋を作ろうと思いますんでね、知人からね、もう皮まで食べられる安全な美味しいレモンをいただいて、レモン鍋しますって言って、そのまんまもう朝はね無理だなと思って、はい、で今日はですね、そのレモン鍋、はい、インスタで見たパクリでございます。でもパクリって言っても絶対その通りには私作れない、絶対作れないんですよね。量、分量見ないからね、大体がね。はい、ではこのねレモン鍋を作りたいと思います。レモン鍋と言ってもね、レモン汁をちょっと入れるって書いてあるんですけど、ちょっとやってみますね。でね、ベースは鶏ガラスープって書いてありました。でね、我が家はこれですね。でもね、時間があったらね、鶏のガラ買ってきてね、ガラからねコト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 煮たら美味しいと思うんですよ。今日はねインスタントでいきます。で、今お湯を沸かして、で鶏ガラと塩入れただけなんです。これスープ基本形これなんですよ。これにね、そうこれに、とりあえずパクリのレシピね、鶏むね肉 250g、 概要欄に書けないのですいません大根1本、白菜1/4、しめじ1パック、レモン2/3、水菜2束、胡椒適量、レモンスライス数枚って何枚や A がね、水3カップ、 A 鶏ガラスープの素小さじ1、 B レモン汁大さじ2、 B 酒ごま油各大さじ1、 B 鶏ガラスープの素小さじ写真でスクショしたら切れてる、いくつなんだろうでもちょっとだと思います。で塩小さじ1/2 B ですね、はい、B ニンニクチューブ2センチということでございます。これ3、4人分ということでね、はい、なんですが、これ大根おろしが上に、大根1本、大根はこれおろしだな、写真でいくとねえ大根スライスしちゃった。で書いてない人参と、でリーマンパパがこのかいわれちゃんをなんか上に乗っけてシャキシャキ食べたいっていうんで自分で買ってきて、で昔よく中華貝を作ってたんですよ。中華貝は前の日にホタテの干したのを水戻ししといて、でもうコト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 、それこそガラとか鶏を煮込んだスープに、お米を入れて、でそのお米でお粥を炊いて、鶏ガラスープで炊いて、もう本当に鶏ガラスープと、その時はでも顆粒がなかったのかな、ちゃんと自分でガラスープ取ったのかな、で塩だけなんですけど、その出来上がったそのお粥にちょっと青菜をちょっと混ぜてみた、大根の葉っぱを混ぜてみたりとか、で私でこの生姜見えますか、この生姜の千切りをパラパラ、ちょっとね千切りがね太かったパラパラっとかけて、それでね朝がゆ食べる。あとねクコの実入れたかったんです。クコの実がこの近辺のスーパーになかったそうなので、今日はありません。なんかねちょっと漢方っぽいものをね入れたいなと思ったんですけど、でもまあ生姜がねあるので体が温まりますね。ということで、レモンはですね、レモン汁をねちょこっと入れるんだけど、ちょこっとってどのくらいなの、もう2枚しかスクショしてなくてね、意味わからないはい、ということで、もう鶏ガラスープと塩で味がついているので、これで、お野菜の根野菜を焼いていきます。でこれね、万能ネギね、普通だったらなんか細かく切っちゃってバババって入れるんだけど、ちょっとね2、3センチに切って、それをねちょっとのっけようかなと思って、で椎茸もね、もう飾り包丁入れないです、もう私たちが食べるからね。でこれはもう切れててクズのやつだったんだけど、1パックですごいすごいなんか80円ぐらい安かったので、でパパはね絶対もうお豆腐ね、はい、ということで今日はね鶏むね肉を使います。ちょっと皮付きですけど、はい、唐揚げのように一応塩で洗いました。はい、でね、そのちょっとお見せするにもちょっと名前が入っちゃうか、その方の
こんな感じ見えますこんな感じね。白い土鍋、白い土鍋がないとね、なんかこう煮え方がちょっとね、柔らかくならないっていうか、深みが出ないっていうか、その土鍋のこのね、じっくりなんかこう火が通る感じのお鍋って美味しいじゃないですか。でうち土鍋がないんで、あの土鍋飽きたらちょっとレモン鍋やろうかななんて言ってたんですよ。言ってたんですけど、白いやつがこれしかなくって、これね多分私一人でも小さいぐらいでもまずこれに作りますね。はい、パパの分だけでもね、これに作ってあげようかなと思って、スープをねこの中に入れて、でこの完成品を、あ、ちょっと待って、その大根おろしね、大根がまだあるから、大根おろしを乗せて、その写真の通りにちょっとね作ってあげようかな。写真の通りに作ってみて、じゃあまずですね、お肉をちょっとこっちで大きい方で、お肉と人参と、あ、でも人参はここにこう並べたいよね、綺麗に。じゃ大根いってみる。大根ね、大根はすりおろしでもちょっと別に作るので、お肉とでね、これね5分ぐらい煮るだけでいいって書いてあるんですよね。で鶏ガラのスープにもう本当に塩だけ、シンプルシンプルシンプルなスープでございます。今日ね、この鼻つきのカチューシャしてるのね、このちょうどね生え際のね白髪がね隠れるんですよ、カチューシャで。でこの間もね、朝ねカチューシャしてた動画があると思うんですけど、ここの生え際のね白髪を隠すため今日ねこれからですよ、これからねご飯食べた時染めるんです。自分で染めるって言っても、白髪染めじゃなくって、あのメイクのさっちゃんにそのカラー剤をね、あのハイライトが入れられる。だから今ね、どのくらい伸びてんのかな、もう2、4、6センチ、6センチか7センチぐらいはもう、あの、白髪染めをしない髪の毛になってるはずなんですね。はい、ということで、これを煮立ったら、じゃあですね、最後にレモンを切って、でね、もう白菜と本当にこのきのこのシンプルなお鍋なんですが、これの、はい、人参とか入れます。大根おろしかね、大根おろしなんか乗ってたらなんか緑っぽくて、なんか見栄えっていうか、なんか綺麗だったから、ちょっと大根おろし入れてみるか。大根おろしちゃんを入れてみるかな。ココナ食べない、パパ、ココナ食べない、お肉だけ少し、お口にポン、うん、お口にポンか。やっぱりママがそっち行かなきゃダメかな。ちょっとお鍋だけ作っちゃったらさ、うん、そっち一回休憩で行くから、そしたら食べると思う。寝る前にね、ちょっと今日はね朝お口にポンだけなので、もうちょっと食べさせたいな、うん、なんかもう寝そうな感じ。ココちゃん目がトロンとしてる。ココちゃんご飯食べて、ね、もう寝そうです。そう、パパがね、あの残業じゃない時はね、帰ってきてね、ご飯をね子供たちにやってくれるからね、助かるんですね。ちょっとだけね、この時間が私の時間ができるんですけど、たまにこうやってね、朝も本当にお弁当と一緒に夕飯も作っちゃって、朝の残りとか一品二品足すとかね、そんな状況で、あ、鶏肉が煮えてますね。これはちょっと木もめくか。人参をね、綺麗に、こっちにもちょっと作ろうか。もはや人参を、あ、でも白菜を入れて、鶏肉さえね多分煮えてれば、白菜を引いて、どっちだ、引いて、でそんなに入んないんでね、
で綺麗にやろうと思ったらやっぱ飾り包丁入れたくなるか飾り包丁入れたくなる。いい加減にちょっとやります。お出汁になるからちょっとこっちに入れて、あれどこだ、私はねこの塩味がねラーメンにしても何か好きなんだけど、パパは多分こってり派だと思うんですけど、たまにはね、パパ今日塩味ですよ、うん、人参もね、ほんと綺麗にね、型抜いてやればいいんですけど、なんだって、パパと私が食べるんだから、一応入れまして一応入れましてよ、もう一個ぐらいとこうか。もう二人で食べるときはもう何でもいいって感じだよね、パパね、見栄え関係ないよね、何でもねえ本当に昔は丁寧にやったんだけど、なんかねやっぱりね年のせいにしたくないけど、うん、あのいろんなことがねたくさんできなくなってきた、うん、ね、優先順位があるんです、優先順位ね、うん、でもねパパはもうちょっとママをね62歳っていうことを意識してほしいなっていう瞬間はいっぱいあるね、ねえ、うん、もうちょっとなんかピッ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 ってできるだろうとかね思われてるかもしれないけども、なんだって62ですからおいい感じいい感じ、思ってないですよ、え思ってないですよ、そんな何、えいやいやピッピッピッってできるでしょって思ってないです、本当、うん、でもなんか年齢忘れてさ、なんか時あるよね、まあ元気そうに見えるから、元気そうに見えるから元気なんだけどさ、生姜はねこれはね、まあお豆腐もちょっと後から、とりあえずレシピ通りっていうか、その写真の通りにシンプルにやって、その後ちょっと足しますかね。で人参も本当はね入ってないんだよ、人参も入ってないんだけど、人参入れちゃう、大根入れたでしょね、えでも もうこれだけなんだけど、ちょっとこれじゃあ、あの大殺しするか鍋はね簡単でも入れるだけでいいから、もう大殺しやってポン酢とかね、であとはもうほらお醤油とみりんとお出汁でね味付けしたら、もうでもこの鶏のガラスープと塩味っていうのもめっちゃくちゃあったしね、これでラーメンとかもううどん食べたいでね、最後にブラックペッパー振るって書いてあって、でねニンニクのすりおし2センチって書いてあった、おえみちゃん、あったかいからねお席出るね、お席というかね、あの気管支が詰まっちゃうね、大丈夫か、ちょっとこっち暑いから少し窓開けたらどうかな、向こうね、うん、ちょっとさ、ちょっと外の空気、うん、吸わしてあげて、ありがとうね、うん、パパ、ももが焼き餅をやってもうあっち立てればこっち立たずでね、みんな甘えん坊さんだからね、実はもう新しい資格3つの中に動物が1個入ってましてまた新たな発見のね勉強がありましてね、あ今日ちょっと下向きすぎてる、なんかあのすごい角度が弱ないかな、鶏膜をちょっと取りましょうかね、もう大根入れちゃう、でその中でねやっぱりちょっとあの心配しすぎも良くないし、あとはその病気だからって言うと、そのワンコたちがね、腎臓が悪いんですとかね、あ心臓が弱いんですとかね、それはワンコは分からないので、
あ心臓が弱いんだわとかね、あ腎臓が悪いんだわとか、人間が気にしすぎると、あのワンコはちょっといつもと違う雰囲気だぞっていうことだけは察知するので、そのあんまりちょっとストレス、それがストレスになってワンコのね良くないっていう、ちょっと教科書にもね出てきててね、あその通りだその通りだと思って、今までそのエミがねケケケケってやるとすっごくねやっぱりね気になんか、もう私もなんかもう、もうダメエミ大丈夫ってなってたんだけどね、それがやっぱり心の中で思ってもね伝わらないように一生懸命ね今ねやってますね。そうそう、伝わらないようにね、もちろんねもう全く心配しないってわけじゃなくってね、なるべくね心配かけないようにね、大丈夫だよ大丈夫だよってね言ってあげることがねいいかなと思ってね。わあ、もうこの鶏もね、鶏胸肉からもうお出汁が出るからいい感じだと思う。このね白いこのスープ、もうめちゃめちゃ好きやだ好きやだわってな、好きやねん。いいねこれ、透き通った。これお水からやるとね濁っちゃうけどね、多分よいしょ。これもいいね、5分ね鶏煮えてるね。あとお野菜、あら美味しいわ。これでちょっとニンニクはすりおろし、私入れないのでニンニクオイルと胡椒入れたらめちゃめちゃ美味しいと思う。じゃあこっち添加、これは美味しいわ。パパね鶏の皮が好きだからね、皮の部分をね別にちょっと湯がいたからちょっと入れといてあげようね。これは美味しいでしょう。こんなもんかね、白菜ともう鶏とちょっとねこの椎茸はもうちょっと後にしておこうかな、人参があるからね。これでお鍋が、土鍋、久々の土鍋、もうね大きい土鍋あったんですよ。だけども家族がもう集まらないとか親戚が集まらないとか思ってね、もう2人じゃねの使わないねって言って、ね、もうテーブルでねどんな、なんだろう、鍋やるようなことももうないねみたいな、キッチンでパッパッパッと食べればいいねなんて、特にね介護が始まったのでね。はい、それではですねこれで大根おろしがすれたら、今度ね主役のレモンを切ります。レモンのスライスをねもうちょっとすっちゃってね。え、朝はドタバタしてるから夜はねまあリーマンパパお腹空いたらね適当にね、もうこれからご飯だっていうのに、ね、お菓子食べたりパン食べたりサンドイッチ食べたりとかするので、ね、でも今日はねのこ食べない、まあお昼しっかり食べたのかな。今日は実はねこのお鍋作ってる朝ねお弁当作ってないんですねえ、動画もねいろいろあるんですよ、事情が大人の事情が。2日間エミの介護で寝てなかったのかな。それで朝なんか私目覚ましかけないんですけどパパは目覚まし一応かけてるみたいだけど、それでも目覚ましかけた後1時間ぐらいパパも寝るかな。それほどね早く目覚ましかけてあって、よいしょこれも入れちゃう。でね私も時間分かっててね、だいたいねでもそう最近2日間エミが寝てなくって、朝方ちょっと30分ぐらい寝るみたいな感じだったのかな。だからパパがねコンビニで買うからいいよって言ってね、でそれでもね私おにぎりだけ作ろうと思ったんですよ、美味しいお昆布とかあるからね。そうおにぎりだけ作ろうと思ったんだけど、なぜかねちょっと勉強したくって洗い物もね朝ねちょっとつけといただけでね夜もやってなかったしね、
じゃあちょっと甘えるわ、ちょっとお弁当休むわって言ってね、うん、あとはエミがね、どうしてもね、朝体調が悪い時はもはやもうね、あの作らないでお休みしちゃう時があってね。あれ、エミちゃんいいね、パパに抱っこしてんな。あれ、エミちゃんいいね、パパに抱っこしてんな。本当はママがいいでしょ、うん、でなここな寝ちゃったの。寝ちゃったじゃないね、うん、ちょっと食べてもらう。また後であげます。うんうん、まだ今日はね、ちょっと時間早いからね、うん、これで煮立って、じゃあレモン切りますね。これちょっと、ここの部分を細かく切って、根元はねあったかいとグシュンとなるね。で、あ、もうちょっとか、細かいのと、ね、好きな方入れればいいもんね。細かいのと、ちょっとサクっていうのがちょっとこのぐらいあって、これ切っちゃうか。あ、体温まってきた、グツグツになってきた。薬味と、これ本当は土鍋って、でもなんちゃって土鍋かもしれないんだよね。なんかあの、なんだろう、値段から言うとアマゾンですね。でもね、ちょっとね、あの朝がゆをね始めようかなんてね言ってて、朝がゆにはね2人前ちょうどいいぐらいじゃないかなね。じゃあこれで、あとレモンスライスして、これがレモンがね、薄すぎても厚すぎてもダメな感じかな。おお、どのくらい、ちょっとこれは見栄えに関わるから、ちょっと慎重に、1ミリ、2ミリ。うわー、これね、あのレモンなんだけど、ちょっとあのオレンジっぽい香りもして、もうめちゃくちゃ皮が美味しそうな感じ。でも残りあと2、4、もうレモン鍋やる前になくなっているこれ塩ガーリックで、5つぐらい入れとく。真ん中に、あ、でも赤が入っていい感じ、いい感じ。でお大根は入れないで、で椎茸、椎茸ちょっと一回こっちで煮ようか結局こっちで煮るんかい。これしめ、えのき、しめじ、しめじこんな太いの、これちょっと裂いた方が良くない？裂いて、きのこ、見栄えはもうレモンになっちゃうかも。裂いて細いとこ入れればいいのか、パパの方にね。で結局ね、後でこっちでごたになって食べるパパも私も食べるからね。キノコちょっと、こっちはね、ちょっと見栄えがいいように取っときます。白菜と、なんか撮影するみたいにね、撮影の時はこんな感じで、ね、見栄えをね赤がなくなった、赤が、ああこれか、なんかね、ここに貝がバー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 映って、なんだろうと思ったら、ここのライトにこれが、あの、か
げになってここにこうやってゆら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 、あら、え、何と思ったらね、これの影でした。これでももうちょっと入るな。これで椎茸が入って人参、人参が入って。でこれで後でお豆腐はねちょっとこっち側に入れようね。これあのレモン鍋、お鍋が小さくて多分レモンだらけになるかもしれない。これで一瞬もう塩味抜群についているので、これでこれですくえる、あ、すくえるすくえる、水分水分 OK 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 OK、 ちょっと水切りして、もうねこのあのお鍋の後のいろんなお出汁が出たやつに、このブラック器にブラックペーパーと醤油入れて、あのおつゆで溶いて、そこにおうどん入れるの好きなんですよ。あの熱さない器にブラックペーパーと塩を入れて、でこの中で煮込んだおうどんとこのおつゆを入れるポン酢味じゃなくて、ポン酢味のお鍋を食べて、その後に塩味のおうどんを食べるそれが早いからはい、ということで、じゃあこれ最後のレモン鍋の、あ、そっか、ちょっとあの出来上がりをこっちで取っといて差し込めるかどうか、今ねこれをね持っていくとね大変なことになるので、ちょっとねこの撮影風景もご覧いただきつつ、余ってこの出来上がりが、やっぱりねこれ大きい鍋だよね、大きい鍋だとこうなるけど、この鍋じゃもうほとんどレモンで割っちゃうかも。レモンで割っちゃうってことはレモン半分に切ればいいの？そうだよ、レモン半分に切よう、切ようだって切ろう、あの本ちゃんの絵ではこうやって丸くキーってなってるんだけど、これ丸くやったら全部これ埋まるよね全部埋まるよね、ねね、そうそうそう埋まるので、おお、だんだん熱いぐらいも高くなってきたぞ。よし、じゃあちょっとこれで、よし、行くぞ、取るぞ取るぞ、これが多い感じですね。じゃあこれでいきますね。じゃあ盛り付けいきます。これを半分に切ることにしました。もし半分が小さかった、ちょっと待って、もう一回やる、ちょっともう一回ね、煮込めば煮込むほど美味しいから、これで、あ、持ちづらい、できるかな、なんか今日は持ちづらいぞ、あ、大丈夫、一個丸まんま入れて半分になると、そうだね、丸まんまいこう、よし、迷わず丸まんまいこう、丸まんまいくぞ、じゃあいきます。じゃあいきますよ、いきますよ、レモン鍋、お肉をもうちょっと入れとこうか、お椎茸もいい感じ、
小さめのやつを。体温まるよ。これに生姜乗っけて。よし。OK。じゃあこれにレモン並べます。え、足りない？ちょっと足りない？もう小さくていいか。まあ、小さい方にやったらいいかな。小さい方だなこれは。よし、これでいきます。レモンがすごいことになってる。ちょっと弱くして。これさ、本当にあの中の具材が見えなくなる。レモンで、レモンの小さいところ、お鍋が小さかったな。よいしょ。よし。まずレモン並べる前に動画撮ればよかった。できるからね、うん、大丈夫。お腹空いたでしょう、うん、よし。いきます。1,2,3,4やったぜかと。ちゃんと1,2,3,4やったぜかと。ちゃんとこのアップはもう箱崎社長に入れてもらうしかないですね。はい。でここにですね、今あの何にも風中がちょこっと見える感じでねやりました。ここにですねちょっとオイルを、はい、ガーリックオイルを入れました。でガーリックオイルに胡椒一番最後。じゃあ大根おろし、大根おろしの水切り入れます。これもうほとんど中の具が見えない感じ。ちょっと絞って、よし、ちょっと絞って、もうちょっとか。それでネギ、え、もうかいわれでいい？ちょっとかいわれを、うわ、もうだし自体が美味しいからね。これでレモンの味がして、レモン汁入れなかった。もうここまでやっぱりレモンが入っているともうレモン汁入れなくていい感じがする。でこれにですね胡椒を振りかける。うわー、これ美味しいでしょ。これ美味しいでしょ。これね、食べる時に生姜だね。うん、食べる時にちょっと生姜にしよう。よし、できました。じゃあ完成品は別カットで、これ別カット入んなかったらどうなんだろう。完成品、あ、胡椒でくしゃみが出そうで、やばい。いきまーす。1,2,3,4やったぜカットじゃん。8,9とと。1,2,3,4やったぜカットじゃん。8,9
クーッと。故障を今耐えた。臭みに耐えたぞ。いいね。これインスタ用にちょっと撮っとこうか。インスタ行きます。インスタ。お鍋はね、煮込めば煮込むほど美味しいから、この撮影の時間がある。行きます。あとで音楽入れるからな。このね、インスタの音楽はあのこの絵を想像しながら音楽を聴いていくと、あ、これだって思うんですよ。なので、あの例えばそのリラクゼーションっていうと絶対リラクゼーションの音と思うんだけど、あの激しいこういうね、もみ出しをねやってるリラクゼーションの時は、あのなんかこう軽快な音を入れたりね。もうリラクゼーションっていうとね、癒しの音楽ってね、あの決めつけないでやってるんですね。そう、はい、はい、ちょっと もうちょっと向こうにやればよかったな。いきます。待って、15秒まで OK なんだ。ちょっと待って。もうね、1分 OK なとこと何分でも OK なとこ、3分まで OK なとこと、15秒のとこでいろいろあるんですよ、載せるところでね。今10秒取ったから。タンタランタ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 ン、いきます。そんなに、しようよ。ちょっとね、固定も取っとかないとね。固定、できました。はい、ということで、レモン鍋でキュッ。えみちゃん、お待たせ。ココナ寝ちゃった。ご飯、はい、お待たせしました。これ綺麗じゃない、ほら。ね、色が綺麗だね。ねえ、これレモンがどんなぐらい酸っぱいになってるか。これでもこっちがレモン入ってない方なんで、パパちょっと好きな方選んでお豆腐入れて、でちょっとこれがね今しなっとしちゃったんで、あとこれ食べて、あとはその、上に出した。私これね、お粥でね、このネギをのっけて食べたい。じゃあお豆腐入れて、でね、ニンニクのオイル入れて、ごま油って言ってたんだけど、ごま油は、ちょっとやっぱりね、このお好みでやりましょう、はい、でブラックペッパー振りましたんで、はい、ということで皆様ありがとうございました。レモン鍋でした。ハピラキです。